地球行政区画チャンス省は、中華人民共和国先部に位置する省。長江の川口域であり、北部はワイガが流れ、黄海に面する。名称は、高寧府の江と蘇州府の池るによる。省とは南京市、略称は蘇。北部を山東省、西部を安岐省、南部を浙江省、上海市と接する。東は海に面する。 湘南部は長江下流デルタ地帯を形成し、中国で3番目に大きな淡水湖である太古を有する。軽空以運河が昭域を南北に縦貫し、水路が網の目のように発達している。言語は長江を境に北側は関和圏、南側は呉れご圏となっている。ただし、長江以南の南京市は関和圏である。春秋戦国時代には暮れ、呉 ソなどに属し、旗は東海軍、海警軍などを設置した。三国時代に南京が五の都となり、陸朝時代にかけて経済開発が進んだ。東大には揚州、助州の域に属した。民発には南京に都が置かれ、省域は横天府として南京に直属した。北京戦都後も同様であった。新書には暗記省とともに、 江南省が設置されたが、1667年、チャンスー省と安記省が分置された。チャンスーの名は、高嶺府と蘇州府から来ている。民国時代にも南京が首都となったことがある。解放直後には、南京直轄市と蘇北、蘇南行政公職に分割されたが、1953年、チャンスー省が再予けされた。呉、蘇などに属し、旗は東海軍、 海警軍などを設置した。春秋戦国時代には、チャンスーは、当時の中国文明の中心河南西北部から距離があったことにより多くの地方文化を内包していた。ワイガ両岸は、古代民族順イエビスの活動地域であり、長江以北の地域に存する暗記省中部と、混然とした諸子の村落に属していた。また、南京と、鎮魂及び暗記南部とは、 古代のクレ人の活動地域であり古塾文化が成立していた。チャンスー、石膏にまたがる太古の流域は古史の活動地域であり、石膏の領所文化と文化的共通点を有す馬橋文化が発生していた。終大、チャンスー南部に五が建国され、東州の諸公国に列せられた。クレ国は徐々に長江下流の有力な勢力となり、長江を越え、 諸文化を有する村落を併合、諸氏は次第に個人に融合していった。呉の勢力拡大に伴い、西部では、外、東部では、古史と衝突をした。そのため呉は、進むとの友好関係を構築し、疎越同盟に対抗した。春秋末期、呉は、国王、皇陵の時代に最盛期を迎え、都の城を、シートメイケルに移し、 前4 8 4年には、三島省に位置した北方の強国であった西を、打ち破るなどの勢力拡大を実現したが、前4 7 3年に、古史により滅亡し、その勢力下に置かれるとそれ以降100年間程度の、期間クレジンは越津ジに次第に融合し、五越領文化の融合が見られた。前3 3 3年、古史は、西方よりスワイによる攻撃を受け、 旧クレ領域などの北部地域を創出、チャンスーはその半島に含まれることとなった。最終的に、新が全221年に中国統一事業を統一すると、構想も新の半島に含まれた。関代、チャンスーは依然として、河北平原文明と距離を置く地域であった。行政区画としては、チャンスー北部の助州及び南部の洋州の2州が設置された。 三国時代には南京に呉の都の城とされ、陸朝時代にかけて経済開発が進んだ。三百十七年、精神は北方遊牧民の侵略を受け、王朝の貴族は江南に避難、健康で闘神と、その後四王朝を建国している。チャンス北部は南北勢力の最前線となり、戦況により南朝と北朝が交互に支配を行っている。 589年、隋代による中国統一が達成されると、妖代は中国南北を連絡する大運河を建設した。しかしこの大規模土木事業により民衆の反発の招いた妖代は、その後江戸で反乱軍に殺害された。行政区画としては、海洋年間に呉州、妖州、叙州が設置され、大妖年間に呉、妖、丹陽、江戸、下避。 工場、東海の処分に改変されている。東大には、洋州、助州が設置され、またその後は、江南、淮南、河南三道に分属した。大文化と長江とが境界を接する交通の洋所であったこと、並び沿岸の港湾都市が当時活発化していた、国際交流の窓口となっていたことから洋州は商業都市として発展し、洋一駅にと称された。 宋代、チャンスー地区では富裕商人階層と信仰の商工業経済が発展し、蘇州と洋州等の主要都市は商業の中心となり、富裕と贅沢の代名詞となった。宋代は、江南あずまじ、両節に指示、歪南あずま寺を設置している。1127年、金朝が河北を征服すると宋長は、江南地区に避難、南宋が成立した。 この時期チャンスー北部のワイガは、金と南総の境界線となった。これ以後、チャンスーの南北に、顕著な経済格差が現れ、文化の差異も強められた。13世紀、モンゴル人が中国全土を掌握すると、元朝により、高等県工道、高南節祭道、順上がりへ北道が設置されている。1368年、主元省が明星を建国。 中原を占拠していたモンゴル人を駆逐すると、都の城を南京に設置、チャンスー地域は横転府として南京に直属した。チャンスーと安記各府と直霊州直属の中央の全域は直霊と称された。チャンスー地域には7府が設置されそのうち5府、蘇州府、松江府、上州府、鎮江府は江南に位置し、その北部に 洋州府とワイアン府の2府が設置されている。1421年、永楽三角が北京戦闘を実施すると、南北両家及び両直令は、その後200年にわたり閉存することとなった。蘇州地区では防石業が発達したことから秋代の経済的中心地となり、工業化と都市化の先進地域として、代償資金が広く分布し、地価は高く、各種の税府が設置されていた。 また、洋州とワイアン地区も北京に糧食を運送する系、食い台運河の総運と先売化されていた塩取引の中心地であり、中国朝行委北の商業中心地の一つとして発展していた。経済的繁栄を実現すると同時に、国内随一の文化地域となり、中国文化に大きな影響を与えている。例えば、上限となった人数は長期にわたり大きな比重を、 占めていた。1645年、新軍は、洋州と南京を占領して、南名の広光帝を捕虜にし、南直霊を江南省に改めた。新軍はかつて、洋州、紅葉家庭などで、激しい抵抗に遭遇。それに対し、洋州東家、家庭三都などの虐殺事件が発生している。1667年、 江南省の行政管轄範囲が広大であることを理由にチャンス州と安記省に分割された。チャンスーの名は当時前省で最大だった高寧府と蘇州府に由来する。新代にはチャンスー順部が蘇州、安記順部が安慶に駐在し、南京にはチャンスー、安記、厚生の賛成を司さどる良好総督が置かれた。チャンス、暗記両症の里見は 死従、共に、同じ江波密具院が用いられた。1780年以前、安記の民生を管理する安記不正史も南京に、駐在し、1780年の安記不正史の、安喜びへの移動以後、南京には別に、高寧不正史一職が設けられ、高寧、陽州、和安、助州の四府と、通州、海州の二直属州を管理した。 チャンスー学生は、紅葉にいました。それ以外は、ワイアンのふとには、総運総督、ふと西北15キロメートルのところの清江裏には、南川総督が駐在した。両者の塩運士は、洋州に駐在した。宴会地区に位置したチャンスー省はその経済発展から、大層、通州、海州の3つの直属州が増設、除州は直霊州から府に昇格した。 人口が多量に増加したため、チャンス南部の多くの県とは二つに分割され、二県が一県とを共有する状態が増えた。蘇州の中所には同時に、呉県、長ス県、現河県の三県の中所が設置されている。1840年代、チャンスーは欧米列強の強い影響を受けることとなる。アヘン戦争の結果高年条約により、チャンスー島南部の農村であった上海が、 貿易港として開港され、上海共同疎開と上海フランス疎開が設置され、急速に貿易、金融が発達、国際貿易都市として発達した。上海市は1927年にチャンス省から分離されている。チンと蘇州にも小規模な疎開が設置された。晩新期、チャンス南部では太平天国による 放棄の中心地となり、その混乱は10年以上継続した。1912年に中華民国が成立すると南京臨時政府は首都を南京府に定めた。同年信頼の府、州、朝政を廃して全省を60県に区分した。しかし、翌1913年に北京政府が成立すると市とは北京に移転、南京もジャンスー省の管轄に戻されている。 1916年の遠征外の死後、全国は軍閥による拡挙状態が発生。チャンス省も何度か統治者が変わった。北伐直前は孫殿法が治めた。この時期、チャンスーの民族交渉業が急速に勃興し、無尺、南通、上州の貿石業はやや大きく発展した。1927年4月、商解石は南京に中央政府を 組織、さらに10年内に中国大半を統一し、近代化推進を目的に公共道路網を整備している。1928年、国民政府は正式に首都を南京に定めると同時に大規模都市建設を進め、チャンス商会は人工圏に選択。1937年に勃発した日中戦争は、紹介席の統治体制に、 大きな影響を与えることにある。日本軍による爆撃により、鉄道沿線の鎮降無尺、蘇州等の都市を破壊。1937年12月13日、日本軍が南京を占領すると、その後3ヶ月にわたる南京事件を行ったと言われる。鎮降を喪失したチャンス省政府は、北部のワイアン県に、1939年には、高賀下流の地域に疎開している。 同年、王朝明政権が成立すると、南京を首都に定め、チャンス省政府は、蘇州に移転している。また、1944年には、チャンスー北部助州を中心とした外海省が新設された。中華人民共和国成立後、首都は北京に設置された。建国当初、チャンス省は、蘇北行所と蘇南行所に分割されていたが、1952年に、 統合され南京を紹介とするチャンス賞が設置された。1980年代のチャンスー南部経済の特徴として、合賃企業が没効し経済の急速な発展が見られたが、鄧小平の唱える経済改革で注目された地域は南部海岸の関東省であり、その経済水準は急速にチャンス賞を超えていった。1990年代初めになると、 上海を中心とした超高デルタ地帯の経済的優位が重視され、上海と緊密な関係があるチャンス南部の蘇州と無釈の経済発展が実現。省内 GNP は紹介難京を超える数値を記録している。またこの時期は外国資本が大量に蘇州南部に流入し、民営企業と蘇州と無釈の管轄圏の経済を 支えたが、チャンス地区の南北地区の経済格差の拡大が発生している。その経済発展の結果、蘇州五県市、無釈の公院市、上州の竹進区は全国の県で上位10にランクインされている。これにより、蘇州地区の経済総合力はチャンス省内随一となっている。また現在の蘇州地区の経済規模に関しても、工業成長額及び、 一般予算地方財政収入はすでに南近に迫る規模となっている。13の地球市を設置し、下級行政単位である55市か厚く、21県級、市19県を管轄する。詳細は下部データボックスを参照。超高下流デルタは、現名時代から経済的先進地域で、経済規模では、関東省に次ぐ、全国第2の省内総生産を誇る。 2010年度の一人当たり GDP は約13,178ドル。2009年度対外輸出額は591億ドル。外国資本導入額は158億ドルであった。省内では上海に近い蘇州の工業が発達しており、経済規模自体がショート南京を上回る。中国では2000年代初頭から政府による後押しを受けて造船会社が急増。 10年間で新規の建造能力が3倍に拡大、造船所の数は2012年は1647に達した。チャンスー省にはうち60%以上が集中している。日本下関市の上海下関フェリーが、下関港国際ターミナルチャンスー省、蘇州間のフェリーを運航している。留保、チャンスー省出身の人物総雪き競り、ありがとうございます。